だからまあ、なんだろうね。昔はフリーマ文化って言った人がいたけど、もう言いづらい空気になっちゃったしね。なんだろうね。被害者がいなかったら別に不倫とか好きにすればって思うけどね。だって知ったこっちゃないもん。あ、今飲んでるのもお茶です。午後の紅茶もどう？